皆さん、ご機嫌いかがですか？イギミンです。ユーマルシェで行っている時計修理をいつもご利用いただきましてありがとうございます。時計修理に関するお問い合わせで、オプションのポリッシュとライトポリッシュの違いって何？というお声を多くいただきます。ポリッシュとは外装仕上げのことですが、時計のことについて勉強中の僕も確かに気になる。というわけで、今回はポリッシュとライトポリッシュの違いについて詳しくお伝えしていきます。まずはポリッシュの前の状態を見てみましょう。タグホイヤーのベルトで検証してみます。ヘアラインが薄くなり光沢が出てしまっています。小傷も目立ちますね。これは磨きがいがあります。これらの作業を行っていきます。状態を確認しつつ磨いていきます。今回は検証なので、同じベルトを縦半分に分けてライトポリッシュ、ポリッシュの順に行っていきます。ライトポリッシュはどの程度の仕上げになるんですか？こすれていっちゃったじゃないですか、うん、それをまあ取るぐらいな感じかしら。本当に表面を浅く整えるっていう。ライトポリッシュの説明としては、ヘアライン加工のものであれば、はい、それを復活させる程度っていう感じですか、ね、うん、そうですね。どうしても使ってるうちにこうヘアラインのところがこすれて、光沢みたいなのが出てくるんですけど、はい、まあ、それを消してあげる感じです、ね、はい。だから傷を取り切るってことかな。本当に細かい傷はやってる過程で取れるかもしれないですけど、はい、意識して取るっていうのはしないと思いますので、ライトポリッシュはよほど条件のいいものを仕上げするほどでもないから、ライトでいいですっていうのがあるんですよね。使用して随分傷ついてるなって思えば、ライトじゃなくてしっかりと傷を取りたいっていう手法。全体の磨きが終わりました。ライトポリッシュ終了です。一通りやって、ちょっと深いところはもうちょっとやってあげる感じですかね。あんまり重点的にやっちゃうとそこだけちょっと形がね変わっちゃったりとかするので、はい、形を変えないように。コマの間もしっかり磨いていきます。ヘアラインが無事復活しましたね。ライトポリッシュでは小傷が残っていますが、ポリッシュの方はほぼ綺麗になっています。強い打痕はポリッシュ仕上げでも残ってしまうことがあります。ヘアライン加工と鏡面仕上げのお時計はこんな感じの仕上がりです。ポリッシュ、ライトポリッシュについての違い、いかがでしたか？時計修理に出す時の参考になれば嬉しいです。イギミ商店ユーマルシェでは、お時計に必要な修理を行っています。時計修理、オーバーホールのご利用、お待ちしております。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。